いや、こんにちは、さひこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンのお申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日は、Stray Kids Circus という楽曲ですね。こちら皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。はい、で、こちらが日本語楽曲となっております。すごく楽しみです。まだ聞いてません。お願いします。忍び込んでるよ。好き。ちょっと待って。いいですか?ちょっと、チャンビン、メガホン、え?何?メガフォンの後に、メガフォーンみたいな、ごめん、キー違うけどね。フォーンみたいな感じでさ、ちょっとうなってませんか?キー違うんですけど、ごめんなさい。やだ!やだ!メナモード。何?メナモードって。マナーモードか。なんかもうずっとさ、うーって、うなりながら歌ってんだよね、これ。なんつった?ヒビ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 ってすごい言ってなかった?なんで、早い。そう。やだ、何?マクドナルドっつった今。ちょっと全然聞き取れないんだけど、私。ああ、他のことなどね。はい。他のことだとって言ってました。すいません。マクドナルドじゃなかったです。すいません。コトルナルドみたいな。コトル、なんか巻いてるんだよね。舌をね。待ちなさい、ヒョンジン。見逃さないよ。見つけな無敵なって、この、なんかここ、キンキン、キャンキャンさせちゃう感じね。この、機械が限界って言ってるもんね。火出しちゃうよね。ピリちゃん、火出しちゃうよね。めっちゃかっこいい曲じゃないっていうか。いや、てかさ、絶対ピエロ似合うんだよね。わかんの。ストレイキッズピエロ似合うのよ。わかんだよな、それ。アイエンくん、何?髪色どうした?すごくない?星もつけちゃって。この曲かっこいいな。ピエロロックスターみたいなこと言ってたよね、今。すんみなぁ。安心する、すんみ。朝からバン、この朝のあの持って行き方ね。この終わらないのさ、ミリミリ感すごくない?ミリって音がする。この声帯の張り感がね、すごいのよ、マジで。やば。やだー、何ここ。この爽やかな音はハニハニじゃない ?Show must go on! この上から落ちる感じな。やだーやだやだちょっと、歯何だよね、今のね。ごめん。チャンビンのさ、待って、ささやき声つっても音がないパターンのやつですよ。声帯振動しないパターンの、本当にこう、共鳴区だけで作られるという、これを聞いてくれと、みんな。K な。もう K が最高なんだ、K が。もう、マックは開かれる。ここ、K の音集中して聞いて、みんな。耳かっぽじってこう。最高。もう一回いい?ごめん。ちょっと、どうしても聞きたい。やだちょっとさ、今、何した?うわー、ヒョンジンくん。すごい、ちょっと。なんか、振りとかもさ、私すごい好きなんだよな、スキズの。
まで囚われるよ。このいいよね。チャンリンくんのね、ラップがまたね、すごいんだよな。日本語になっても勢いが衰えないっていうか。囚われるよ。このよもさ、心まで囚われるよみたいな、よこんな優しい使い方なんか絶対しないわけ。 GYO を発音するぐらいの勢いでひょっていうの、ぎょとは言わないんだけど、ひょってこういう感じ、ひょだね、ひょひょ、心まで囚われるよ。この強さ、このね、やっぱ舌がすごいよね。舌とか、この唇とか、もうとにかく、この発音に関わる、この高音を作り出すための、口のパワーが、やっぱえげつないよね。スピードもそうだし、力加減もそう。強いし、速いみたいな。Oh my gosh. ちょっと待って。もう、ピリちゃんがまたね、囁くのよ、ここで。ねえ、All Light Out って言ったのかな？めちゃくちゃいい。もう魔術師ですね、ちょっとね。ニブのスタート。え、ちょっと待って。好き、ここは何？ここのメロディーたまんない、無理。ちょっと、はぁ、どういうこと？And nobody can do it like this. もう最高なんだけど。最高なんだけど。なんかカンカン言ってどんどん言ったね、今。ちょっと待って。ちょっとごめんな。ちょっとごめんな。ハニハニのさ、挨拶、ここをね、どうしても言いたかったの。裏声にね、挨拶ってこう、裏返す感じですね。はい。で、これ何、何かわいいね。トロンボンかな？やー、すごい、リノちゃん。リノちゃん、大砲撃っちゃうんだから。やだ。楽しそう、これ。めちゃくちゃ蹴るじゃん、バンちゃん。いやー、え、めっちゃ気持ちいい、ここ。なに？もう、音なんだよな。音がいいんだよな。これを、なんで作れるのかな？どうして？ヒョンジンくん、ヒョンジンくんすごくない？なんか動き、表情も含め、なんかやっぱ見ちゃうね。うん、一人だけなんかやけに、うわ、動きが、レディー、こう下げてね、吐いていくようなニュアンスが入ってますね。終わらない。ここの、終わらない。この二つね、しゃくる感じ。音は、もう入りでしゃくっていく感じ。気持ちいい。火畑なるた、なんちってるこれ。なんちってんのかな、これ日本語字幕ないんだよね。なんで？どこ？どこにあるの？開かれるよね、マジで。開かれるよね。最高。ねえ、ヒョンジンくんの表情がいいの。これ何？これ何かわかんないけど、ヒョンジンくんの表情がいいのよね。バンチャー下唇噛んじゃうね。わかる、それ。私もそう。一個一個がいいんだよ。ラブレルヒョー、このね、強いよね。やっぱここバンちゃんもかっこいいよね。またチャンビンク、チャンビンクの方がやっぱ強いな。うん、あ、別に強いからいいとか悪いとかって話じゃなくて、チャンビンクの方がやっぱちょっと G が入ってくるぐらいの強さを感じるね。うん、で、まあバンちゃんはこの囚われるような、ごめんなさい、心まで囚われるよのここの世の話です。すいません、世のところな。バンちゃんの方がひょーぐらいでなんとか収まってる感じ。まあ強いけどね。心まで囚われる
いいの。やだー。はにはに？はーんって、はーん。鼻入れてこうぜ。そういう世界線ね。かわいいね。結構ここね、スミンが鼻使ってますね。ここの、あの、後ろの伸ばすところなんか、鼻にもね、ちょっと声を通すようなニュアンスが入ってるんじゃないかな。なるなぁ。なんか今面白い音取りやめましたよね。声が、で、ここの声の絵ですね。で、後ろの、たくなってく。この、まず最初のたが、音二つですよね。たーか。で、その後ろのなが、なーって、上から音程変化を加えて、なーってく。後ろがビブラート。なにね。リオちゃん、ちょっと待って。なんなのマジで、ほんと。惑わすよね、ほんとに。無理なんだけど。誰も止められないアンコールって言ったよね。言ったよね。え、何吐息系。最近流行ってんの？なんかやたらさ、つくつくばつく、あ、みたいな。セブンティーンとかもこういうのやってたし、誰だったかな？なんか、やってんだよね。最近の人たちなんかこういう、あれだ。ビートボックス、うん、NCT のビートボックスとかもなんかやってた気したっけ。口で作る音楽しんでいこうぜみたいなさ、そういう流行りきてない？なんか最近。なんか女の子はささやき系が増えてるよねっていうのと同時に、なんか男の子はなんか、え、ボイパーみたいな。口の中でね、破裂させてこうぜみたいなさ、そういう感じなんだよね、みんな。なんでこれ、なんかあるのかな？誰も止められない。やば。やだ。サーカスだ。チャッチャッチャラララッチャッチャラ。この、いたずら心をくすぐられる音程ね。めっちゃかっこいいんだけど。日本語の曲私あんまり好きになれない説あったんですけど、全然そんなことないね。全然スキズの良さ消えてない。マジで。この、ドラムになりたい。このなんか後ろでビートめっちゃ気持ちよくない？これ、ドラムの。やばー。なんかもう、こんななっちゃうんだけど、私。え、かわいい。何、なんか。かわいい。なんかロゴまでかわいい。どうしよう。全部いい、全部いい。なるほどね。すごいいいじゃん。ちょっと、このなんかビートの気持ちよさもそうだし、音もね、この、絶妙な、やっぱりピエロ感。っていうのもあるし、な、でもちょっとチャンビンくんやっぱすごいなと思うね。チャンビンくんのあのゴリゴリのところから、やっぱハニハニちょっと爽やかなんだよね、ラップがね。ちょっと魅力がね、果てしないですね、スキズね。すごい良かったな。美人も最高でした。ヒョンジンくんがやばいな、ヒョンジンくんが。ヒョンジンくんマジ、なんか視覚ですごい見せてくる方だなってめっちゃ思う。やばい、ほんと目ぶっ飛びそうになりました。ほんとに珍しくやっぱ日本語楽曲の中でお気に入りプレイリスト入り決定なんじゃないでしょうか。はい、ということで今日はねこんな感じで終わりたいと思います。またね、あの、いろいろ動画ね、歌の動画とかも出てきたら取り上げたいなというふうには思ってますので、はい、ぜひぜひね見に来てくれたらなというふうに思います。じゃあね、今日はねこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。